図書館に並んだ文庫本文庫本は多数の読者が見込まれる書籍を収めた小型の奏書。多くは A6 版で波製のため廉価。原則としてカバーは付けられる。版型は異なるものの A 米におけるペーパーバッグと同等の普及版書籍。1927年創刊の岩波文庫が古典の普及を目的として発刊され、戦後には 多数の出版社から出された。機関書籍の普及のための再刊が主だが、文庫本のための書き下ろしなども活発化している。文庫の語は、本来、図書を収蔵する書庫を意味するが、明治期に読者が全体をまとめて購入することが期待され、また、全刊が購入されることによって、文庫と呼ばれるにふさわしいようなコレクションになるように、企画された、総書。 前週のシリーズ名として用いられることにより、近代出版会の中で独特の用語として使われるようになった。初期文庫の名を持つ総書に1893年創刊の帝国文庫があるが、これは46版クロス層、全冊1000ページ以上という豪華本であって、現在の小型の連価本としての文庫本のイメージからは遠いものである。日本の文庫本の始まりは、 ドイツのレクラム文庫に版を取った1927年創刊の岩波文庫であるという記述をよく見かけるが、文庫本を古典名作の小型廉価普及版とするなら1903年創刊の終鎮名著文庫が行使である。なぜなら、この文庫もまたドイツのレクラム文庫あるいはカッセル文庫に刺激されて生まれたものであり、豪華本帝国文庫に対し、廉価版によって、 名作の普及を目指したものだったからである。また、集鎮という版型も現在の文庫とほぼ同じ、ものであった。集鎮とは袖に入るくらいに小型なもののいで、A6 版や B7 版以下の形態に便利な小型の本はそれまで、集鎮本や馬上本と総称されていた。一方、時代的には先行する民有者観光の国民総書も同じ半径であるが、こちらは、 書き下ろしの新作や海外著作の翻訳を収録した時事的な性格を持つものであった。明治末期の1910年には三教書院の集賃文庫が創刊し、古典から俗文学まで60冊程度が刊行され、表紙に施された胃腸の葉の模様から胃腸本と通称されるほど人気を集めた。これに続き、講談話などを集めた1911年創刊の 立川文庫が非常な人気を呼び、その阿流もいろいろと生まれ、後世の大衆文学に大きな影響を及ぼした。立川文庫の3年後の大正3年に新潮文庫が創刊され、現在まで続く文庫本としては最も古い。現代につながる文庫出版という出版の位置形式を日本に定着させたのは岩波文庫である。岩波文庫成功以降、 新潮文庫、改造文庫、現代教養文庫など多くの文庫が出版社から立ち上げられたが、いずれも世界の古典的名著を安価に提供することを目的としている。なお、新潮文庫は岩波文庫に先んじて創刊されたのであるが、岩波創刊時は廃刊になっていた。そのために岩波以後再刊されたものを第二次新潮文庫と呼ぶ。戦後に、 春陽道文庫、新潮文庫が復刊し、角川文庫、国民文庫などが創刊され、第二次文庫ブームが起きた。1970年代になると大手出版社も文庫に参入し、講談社文庫、中高文庫、文春文庫、修英社文庫、早川文庫など、現在も観光が続く文庫が生まれた。1980年代には文庫は多様化をたどり、 公文社文庫、川出文庫、筑熊文庫などの一方で、PHP 文庫、私的生き方文庫、ワニ文庫など、実用的な内容の濃い文庫が出るようになった。大手出版社も文庫を細分化し、講談社学術文庫や、角川ソフィア文庫などが出た。平成期になると、厳冬社文庫、春木文庫などが相関され、多数の出版社から、多様な種類の文庫が現れた。 昭和期以降では、廉価で携帯に便利な形状をした、普及を目的とする小型本という出版形態の名として用いられるようになり、このため現代では、文庫といえば、多くの場合、このような小型本を指すのが一般的である。文庫と呼ばれる形態の出版物は、波製本で A6 規格 105×148mm の半径を取るものが一般的である。 この携帯の本は文庫本とも呼ばれ、新書と同じように欧米のペーパーバッグにあたる。ペーパーバッグと同じように当初はジャケットを持たなかったが、戦後の多くの文庫はジャケットを持つようになり、1983年より岩波文庫にもジャケットが付けられるようになった。なお、岩波少年文庫、角川翼文庫やフォア文庫など児童向けの文庫は、高さが 約18センチメートルと、やや大きいサイズのものが多い。また、早川文庫は、途中から高さ約16センチメートルと、通常よりやや大きいトールサイズを取るようになった。現在の文庫本では、点をきれいに切り揃えるものが多いが、岩波文庫や新潮文庫などではそれを行っていない、ため、ページの円が若干、ずれ断面がギザギザしている。この理由について前者は、 フランス総風の洒落た雰囲気を出すためと、後者はスピンを先に貼り付けるために断裁ができないとしている。ありがとうございます。